はい、皆さんこんにちは。今日も、旬な話題とはほど遠いエンプラチャンネルです。今日紹介しますのはゲッター・ポセイドンということで、超合金魂 GX20、私の最後の超合金魂 まあこれから何か購入するかもしれないですけどね。いや、でも欲しいものはね、魂シリーズで欲しいのはほとんど買ってしまいましたからね。もうこれで10個ぐらいあるので、それで終わりじゃないかなと。何でもかんでもね、購入するってわけじゃないですから、欲しいもんだけっていうかね、超合金魂に求めてるものはこのずっしりとした重さであるとか、適度なデフォルメ感であるとか、まあ要はね、リアルなフィギュアとトイの中間ぐらいの、なんて言いますかね、昔のブルマークの、怪獣のソフビがなかなかね、いい感じのデフォルメ感があって、トイとしてすごく、完成度が高かったと同じように、この当時の超合金魂っていうのも、その適度なね、トイとしてのデフォルメ感っていうのがね、たまんないものがあるというね。まあ、ゲッターポセイドはもともとおもちゃっぽいデザインですしね、こんな顔してですか こんなお顔っていうかね、お顔が今一つ、なんかこの、まあ、こんな顔してるんだからしょうがないですよね、でもね。なんかもう、いや、ヒーローものとは思えないような、このやっつけ感満載な顔が何とも言えないですけども、まあこれね、やはり超合金魂というと、やっぱりこのずっしりとしたはね、金属感っていうのがね、堪能できるということでは、もうこれ、もう金属感を堪能するだけだったら、これ最高なんじゃないかなね。この間紹介した鉄人28号と、これがやっぱり、なんか合金トイで遊んでるなっていうね、合金トイを手にしてるなっていうところが、もうすごく楽しめる一品だと思います。しかもこれはね、ミサイル発射装置がついていたりとか、まあ本当に合金トイとしてのね、変形、まあ可動ギミックのヒンジが見えたりとか、まあ、そういったところがなかなかね、楽しい。しかもこの超合金魂ね、足の関節がね、ちょっと凝ってましてね、ちょっと凝ったところをやってみましょうかね。ちょっと片手だと難しいので、ちょっと、ということで、画期的、何が画期的なのかというと、このガニ股が再現できるというね、まあ画期的なギミックがついてるんですわ。いや、このね、ドラゴンとかね、ドラゴンとかのこの膝関節の構造だと、内側に曲がらないもんですからね、内側にも曲がるし、後ろにも曲がるしっていうところで、このガニ股が再現できるという超合金のトイの、ね、膝関節を持っているのは、このゲッターポセイドンだけなんじゃないのかなっていうところがね、おおっていうね、触ってて、なんでこんな変な関節なんだろうっていうね、すごい不思議に思うと同時に、むっちゃ感動したというね、なんかすごい、いいぞ、いいぞって いいぞ、いいぞっていうかね。本当はゲッターロボっていうのは、ゲッターロボ G、ね、ゲッターロボ G なんていう言葉を知ってるのは、もうおじいちゃんだけかというような気がするんです。今の子供にね、ゲッターロボ G と言ったところで、いや、なんですか、ゲッターロボと何が違うのって、新ゲッターロボでしょうなんていうことになってしまうんですけどね、これはテレビ番組の名前はゲッターロボ G ですからね、G の G はなんかガッツの G らしいです。グレートとかそんなのかなと思って、皆さんね、グレートかななんて知ってる人もいるかもしれないんですけども、ゲッターロボ G の G はガッツね、主題歌で多分ね、ガッツがゲッターガッツとかっていう、セリフがあったので、そこから安直にね、新番組ってことでゲッターガッツというような感じでゲッターロボ G という名前をつけたんだと思います。ね、元がこれがね、ゲッタードラゴンじゃなくてゲッターガッツだったらね、ちょっとかっこ悪いなって感じがしますよね。ゲッターガッツだったら何になるんだろうって言ってね、ガッツ、ミラクル、ストロングなんていう感じになったのかなっていう。それではウルトラマンティガですけども、ティガのフォームチェンジなんかもゲッターロボから持ってきてるんですかね。そのガッツっていう、そういう組織がありましたよね。ガッツという組織で、タイプチェンジするウルトラマンということで、3つにしか変、ね、変わんない、フォームチェンジしないですからね、あれは。もう1個あったかな、なんかキンキラキンになったような気もしますね。もうティガは、まあ、なかなかね、面白かったです。まあ、この、
なんでガニ股になるのかってね、すんごい感動したんですけども、ガニ股になる理由っていうのがねありまして、キャタピラーオンというね、ここに足がねちょっと違う足と差し替えができるようになってるんですけど、キャタピラーオンした時のためにガニ股になるようになってるっていうね、このわざわざねこういうポーズを取らせるために、このガニ股になるように内側にこのね関節が膝関節が曲がるようになってるわけじゃないというね、そんな感じでございます。じゃあちょっとねキャタピラーオンを見てみましょうかね。キャタピラーオン見る前に、まあいいや、寝方は後で測ろう。はい、そんなところでじゃあキャタピラーオンにしようということで、キャタピラーオンですね。なかなかいい感じじゃないですか、このキャタピラーね。先ほどあのガニ股になる機構なんて言ってましたけども、ガニ股が再現できるなんて言ってましたけども、このキャタピラーオンの状態で、キャタピラ部分をあの設置させるようにガニ股にできるようにできてるだけの話でして、わざわざルパン三世の足みたいな形にするための機構ではないということね、はい。やってみてね、なんでこんな機能が必要なのかななんて、可動部おかしいなと思ってたんですけども、こうしてみるとあー納得みたいなね、それにしてもあのやっぱりキャタピラーオンの状態のゲッターポセイドンかっこええわーっていうところでね、旧っていうかね、ポピーの、超合金の方ですか、ゲッターポセイドンの方は、足がねなんか奇怪な形に変形してこんなような感じのような感じになるっていう、なんかなんていうか、なんかちょっとね不思議な形に足が変形してキャタピラーオンが再現できたんですけども、もう今回はもう本当に劇中そのものって感じですね。劇中そのものっていうか、私劇中見たことがないっていうか、あのオープニング部分でチラッと出るのかなっていうね、私ねこの形ってほとんど映像で見たことがないっていうか、まず見たことがないので、自分のね頭の中で想像してただけの ものだもんですから、なんかもうこうやってあの立体化されてみると、あこういう形だったのかなみたいなね、ちょっと不思議なものはありますけども、これはこれでね結構魅力的なものがありますね。ゲッター3とはまた違う、魅力がある、ね、ちょっとあのストロングミサイルがねちょっとドーンとこんな感じで、まあ、こうやって見るとやはりあの、ガンダムの何ですか、ガンタンクの元ネタになったような気がしますよね。ガンタンクに持ってきてた、ガンタンク持ってきてるのよ、横に並べてみようね、かっこいい、かっこいいガンタンクも、こうやって見ると本当にあの、ゲッターポセイドンっていうのは、いろんなものの元ネタになってるのかな、やっぱそんなのはそんなわけはないかとは思うんですけどね、この後ろの背中に背負ってるミサイルというね、キャタピラとか、まあ、元々はねゲッター3なんでしょうけども、ね、まあ、ゲッターロボの中でもね、ゲッター3っていうのは一番っていうか、結構子供の頃好きでしたね、これね。何が好きだっていうのはね、他のゲッターマシンっていうのは、なんかねもう全然違う形になっちゃうんですよね。こういったゲッターマシンがピューッと飛んできて合体することによってなんかグニョグニョグニョって、ね、変わるんですけども、ゲッタースイだけはまんま、ね、ジャガー号にイーグル号がぶっ刺さって、上にベア号がバスンとぶっ刺さって、まんまそれでロボットにしてしまうっていう、おおってこれだけなんかもうひねりも何もなしっていうところが、あ男らしいなっていうところがね、すごくあのゲッター3の魅力だったりなんかするんですけども、これもなかなかねワンコインフィギュアっていうなかなかいい造形で、びっくりしちゃいますよ。これよいしょ、飾り台でもういろんなポーズが取れたりなんかしますしね、これもいいもんです。すごくいいもんです。今日の主題はお題はあのゲッターポセイドンですからね。でもまあそのゲッター3がどうなのかってね、今回はちゃんと他のロボットと同じように、ドラゴンとかライガーとかと同じように、3号機もちゃんと、皆さんと同じような変形をしますよ、ね、ちょっと奇怪な
このなんかもう魂がガンガンガンと重なってそのまんまんまみたいなのとは違ってポセイドンちゃんとしてるっていやでもキャタピラーオンにするとやっぱりかっこいいですよ。なんかちょっとへっぴり腰みたいな感じもしますけどね、なんかね、うん、やっぱりキャタピラがあるとなんかいい感じがしますね、なんかね、うん、この状態でちょっとターンテーブルに乗せてみようかな乗せてみようかなとかね、後でちょっと暇があったらくるくる回してみたいと思いますけども、いやね、この状態だったらゲッターサイクロンを出したとしても、うん、安定性バッチリって感じかもしれないですね。キューッとね、いやなんかヘッポコな顔してるなと思いつつもなんか妙な愛嬌があってかっこいいですわ。これはこれはこれでかっこいいんじゃないかなっていう、うん、でこの技出すときは足はこっちの方が固定されてていいような気がしますね。いやでもこの当時のね、あの超合金っていうのはなかなか、うん、いい感じじゃないですか。なんか、まあ、ちょっとね顔がねもうちょっとなんとかなんないのかなと思うんですけどね。なんか、うん、お顔がいいような悪いような、うん、ボスボロットが出た時もねなんか今一つお顔が好みじゃなかったんでこの購入は見合わせてたんですけども、今思うと買っとけばよかったなってね、手に入らない一品なのかもしれないということで、はい、ということでねキャタピラーを堪能していただけましたでしょうか。なかなかかっこいいですよこれね。結構あの足、うん、カメラ持ちながらだとねいろんなポーズ撮らせられないですけども、なかなかグリグリといい感じに動くんですわこれがね。私のはねカッチンコチンな関節が硬いんでなんかね、うん、片手じゃとてもじゃないけどいろんなポーズ撮らせるってわけにもいかない。よいしょ、これも重たい。よいしょ、それではキャタピラーオンした状態での寝方を測ってみましょうか。寝方を測る、ね、男の価値が寝方で決まるならこんな楽なことはないなんて、なんか風天の戸田さんが歌で歌ってたような気がしますねよいしょ、415g、ね、結構やっぱり超合金物としては重たいですね、うん、とはいってもねこのドラゴンの方が重たいと思いますよ。415でしょ、ドラゴンの方は。よいしょ、なんかね何気にドラゴン重たいんですわ。449ね、まあ450あるぐらいですから結構ちゃんとした腕とかつけたら450いくんじゃないですかこれね、うん、はい、というところで、ゲッターポセイドン元に戻してみましょうかね。よいしょ、元に戻しちゃいましょう。はい、元に戻します、はい、というところで元に戻してみました。415g ありましたよね、なんかね、ということでちょっとね、キャタピラーオンしてない状態で目方を測ってみるとどれくらいあるのかなっていうところで、475、足重たいですね結構ね、ということでね足をちゃんとつけてしまったらゲッターロボ G よりも重くなるのかな、ね、449ですから、さすが、重量級一番重いわって感じなんですけども、はい、ゲッターポセイドン、これは本当にね、いいもんだと思いますよいいもんだと思いますよっていうか、あのやっぱり超合金魂のね、いろいろとあの数ある中でも合金研いで遊んでるぞって感じはねすごくすると思います。まあ、あのちょっとねこの辺がプラスチックがむき出しの部分がねちょっと安っぽいようなところもあるんですけどね、なんかねなんでここだけ塗装もしないでプラスチックむき出しなんだろうな、塗装してるのかな、してるか、してるような気もしないでもないけど、腕とかもまあとは言ってもねなかなかいいもんだと思います。まあこれね、今では結構高額というかなかなか物がないんでしょうね、大体なんか2万円ぐらいで、中古ショップとかそういったところだと2万円ぐらい、ヤフーオークションだとやっぱり1万円前後での取引って感じになるんですかね、まあ遊んでのジャンク品でしたら1万円以内って感じなんでしょうけども、ほぼ、まあ、こういった状態のものでしたらもう1万円ぐらいで取引されてるのかなっていう、手に入れるんだったらねもう今しかないのかもしれないですよね。
なかなかこの再販っていうのがもう期待できないだけに、ね、ゲッターブーム来るのかなと思ってたんですけどね、やっぱりあのアークがね、もうちょっとね、ファンサービスしてくれればっていうか、この辺もちゃんと出してくれればよかったんですけどね、まあ、商品展開に、バンダイさんのね、再販計画にも、今後の商品展開にもなかったのかなっていうところで、アークとか D2 とかになってしまったっていうのが、ちょっとね、残念でしたけど、うん、ブラックゲッターなんかもね、出るのかなと思ったんですけどね、ちょっと違ったな。思ったものとは違ったなというか、もう一元さんには意味不明のストーリーで何が何やらってところでね終わってしまったんだと思いますけど、まあ、超合金シビューもなんかこうやって見るとライガーが欲しいなって気はしないでもないですけどね、はい、まあ、今日はですね、まあ、ゲッターポセイドンせっかく出したので、ゲッターロボ G、ね、G の G はガッツの G ですけども、ゲッターロボ G、 私あのこれねテレビで見たことがないね、テレビ映ってなかったもんですから、マジンガー Z もテレビで見れなかったし、ゲッターロボもテレビで見れなかったと。で、ね、クラス、まあ、その当時私小学生ですからね、クラスで仲のいい友達は、そこの子供は見れた見れるテレビのね、あの電波の関係でうちは映るよって言ってね、いつもあの、まあ、仲良かったもんですからね、いろいろとお話はするんですけども、いかんせんね、その子はあのボチャブラが足りないというか何を言ってるのかさっぱり分かんないっていうね、うん、まあ、すごく面白いテレビ番組なんだって話をしてるんですけども、それが全然伝わってこないので、うん、どんな話なのかって言っても、うん、なんかねうまいこと説明できるような感じじゃなかったもんですからね、それで僕が全然理解できないもんですから、とうとうね、カセットテープにですね音を録音してきていろいろと聞かせてくれるんですよ、まあ、それが、まあ、いい迷惑っちゃいい迷惑で本当に当時の、ね、カセットテープレコーダーを、ね、テレビの前にポンと置いて録音ボタンをガチャッと押すっていうね、そういう行為のもんですから、もう生活音が入ってなんかバタ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 とかね、なんか早くご飯食えだもなんだのって話が入ってたりとか、もうそっちの方が面白くてねテレビに全然集中できないっていうね、まあ、そんな中でもねゲッターロボの話をしていて、マジンガー Z とゲッターロボはどっちが優れてんだみたいな話をしたときに、まあ、マジンガー Z っていうのはいろんな技を持っているっていうところね、ゲッターロボっていうのはゲッタートマホークとゲッタービームしかないじゃないっていう話をしていたら、いやもうなんかすごい技を持ってるんだってね、シャインスパークとかいう技を持ってるって、まあ、その当時ね漫画にはそんな技が出てきてなかったもんですから、出てきたのかな、なんか全く記憶になかったもんですからね、そんな技あるのっていう話になった時に、カセットテープでね持ってますよって言ってカセットテープで毎週撮ってたのかお前はってね、それで聞かせてもらったんですけども、そのやっぱカセットテープじゃね話の内容が全くわからないっていう、とにかくなんかすっごい変な話だったっていう記憶があって、いつかその話をね、ビデオかなんかで見ようかなと思いつつも、もう50も終わろうとしているというね、今ただゲッターロボ の, あの昔のテレビ版を見ようと思ってもなかなかなんですけども、そのゲッターなんていうかね、シャインスパークっていう技ですか、なんか多分確かね漫画の方じゃ一番最後に使ったんじゃないのかなと思うんですよね、うん、ゲッターロボっていうのはそんな必殺技があって毎回同じ必殺技で敵を倒すっていうようなものではなかったと思うので、今のねロボットものだとなんか最後のね決め技みたいなのがあるっていう、まあ、あれはあの何でしょう、勇者ライディーンですか、ライディーンかなんかの悪い影響だと悪い影響っていう変な話ですけどね、悪い影響で必殺技を使ってっていうのがあって、うん、まあ、それをなんかガンダムが打ち破ったみたいな話はあるんですけども、そのマジンガー Z とかゲッターロボの時代っていうのは毎回毎回なんか、うん、なんか違う技で敵を倒してたと思いますよ、なんか、まあ、シャインスパークの話がなんかよくわかんないっていうのが、うん、とにかくあのゲッターマシーンが爆撃されたかなんかで壊れたっていう話があって、ハヤトがね足に怪我をするんですよ、足に大怪我をして痛い痛いって言ってるのをしがあって、その時早乙女博士が、早乙女博士もなんかよくわかんない、実はもう新しい
武器をあのゲッターロボに入れてやるって言ってなんか改造するっていう話になって、改造してからなんかこの3人同士に足のペダルを踏めっていうんですよね。なんかね、いやいやいや、ハヤト怪我してるじゃんってなんか足に怪我したって言ってるのに、なんでそのスイッチを足で踏むスイッチ、しかもその痛めた方の足で踏まなきゃいけないようなところになんでスイッチをつけるのっていう、いやそれ元からついてたもんだったらしょうがないかなと思うんですけども、その隼人が怪我した後でつけた武器ですよ。 それね、その武器をなんかわざわざ怪我した足で踏まなきゃ動かないようなスイッチになっていて、その武器もなんか一回踏み間違えるともう二度と武器が出せないっていう、なんかねそういう、もう3人同時にタイミングよくペダルを踏まないと武器が出ない、武器がね、シャインスパークっていう武器が出ないんだって言ってんだけど、やっぱり隼人足が痛いもんだからうまくいかなくて一回踏み間違えちゃうんじゃないのかなえ、今しくじったんじゃねとか言ってなんかそんなような、カセットテープだけだとね、なんかこのよくわかんないんですよ、そのなんでみたいなね、そのなんで足が痛いって言ってるのに足で踏むスイッチなの、え、なんでこの今踏み間違えなかったってなんかそんなそしてなんかこいつはペダル2回踏んだじゃんみたいな、なんかね、それをそいつに聞いてもですね、なんでこの技がねすごいんだよみたいな、なんか体当たりするかに見せかけて気力だけをぶつけるんだみたいな、その変な説明されるとまたますます分かんなくなってなんか体当たりする寸前で身をかわす技だって言われても何を言ってんだこの人はね、なんか未だにそのどんな技なのかよく分かんないってなんかあれただ単になんか光の玉になって敵に突っ込むだけの技のようなね、漫画だとそんなような技だったような気がするんですけども、まあそのうちね、Amazon プライムビデオとかでね、いちいち無料でやってた時に、まあその話もあったんでね、気になったんで何話か見たんだけど、3話ぐらい見たところでなんか疲れちゃってなんかやめちゃったんで今なんかその必殺技のことを話していてなんか思いついた時がカセットテープのネタとしてね、なんかね、ああもう本当に未だによく分かんない話があるなって、今日の話はまたグダグダですね。なんか申し訳ございません。なんかシャインスパークのことについて詳しい方がいたら教えてください。それではね、ゲッターポセイドン、なかなかいいもんです。ライガーを購入する予定は全くないですけどね。いや今ね、そのライガーが一番高いんですわ。ね、安かったらね、5000円ぐらいで手に入るんだったらね、買って並べてもいいかななんて思ったんですけど、今や、ね、ライガー手に入れようと思ったらあれだけで単品で2万円ぐらいしないと出さないと買えないぐらいの高額商品になってしまって、やっぱり当時もあんまり人気がなかったから買った人も少ないのかなってね思うんですけどね、どっかの問屋さんかなんかが在庫かなんか問屋さんで腕残りがあったりなんかしてそれをまた転売しようとしてるのかもしれないですけどね、というような感じで今日の主題はゲッターポセイドン、私の持ってる最後の超合金ということで、まあ、細かいね、箱はこんなんですよとか、部品はこんなんですよとか、なんかそういったあの説明が非常に足りない動画で申し訳ないんですけども、本当にね合金の塊っていう感じで、今購入検討している方はですね、ぜひともこれは買って損がない一品だと思います、はい、かっこいいですよこうやって見てもね、新ゲッタードラゴンと並べてみてもね、そんな遜色ない出来だと思いますね。まあ新ゲッターロボ版のポセイドンが出たらねすごい欲しいんですけども、あのキャタピラー音が再現できないのかなと思うとちょっと価値はあんまりないかなって思いますね。キャタピラー音にできてこそのポセイドンだと思います。はい、そんなところで今日はね、くだらない話にお付き合いくださいましてありがとうございました。失礼します。